はい、こんにちは、前川です。いつもブログをご覧いただき本当にありがとうございます。今日ですね、今朝からすごい喉が痛くて、もしかしたらこのまま風邪ひいてまうかな、熱が出てくるかなと思って、ちょっとビクビクしてるんですけども、こんな感じで送っていきたいと思います。で、このブログでも言ったかな、言いましたね、昨日の記事かな、言ったと思いますけども、結構に今バタバタとしてます。で、なんでバタバタしてるかって言ったら、まあうちの集客の大黒柱が急にストップを食らったんで、広告を出せなくなったんで、どうしようかなって感じですけども、でも不思議なもんで、アドバーズさんのね、 PPC 広告出せなくなっても新規の問い合わせがかかってくるんですね。だからなくてもいいんかなとか思ったりもするけど、やっぱりあった方がなんか安心するというね、こういう意味わからん状況ですけども、まあ、その辺は、今いろいろ修正してるんで、なんとかなっていくかなと思います。で、今日の内容なんですけども、ちょっと楽してませんかって内容ですね。なんで今日こういうことを言うかっていうと、ふとね、僕も思ったんですね。今回、ホームページダメになった時に、ああ俺今までめっちゃ楽してたなと思ってね。だって、ホームページって自分動かなくてもいいんですよね。ある程度反応取れるなって、反応の取れる広告で出し続けてたら、大体毎月決まった数を集めてきてくれるんで、楽っちゃ楽なんですね。そこまで持っていくのはちょっと大変ですけども、持っていっちゃえば、あとは数字の管理だけ。で、数字を押してきたらまだちょっと修正してっていう感じでやっていけば、集め続けてくれるんで、もしかしたら楽なのかもしれない。だから、ちょっと俺最近ラップしてたからかなと思いながら、これからのこととか、今までのこととかちょっと振り返ってたんですけども、それラップしてたかなと思って、で、今ちょっと10月じゃないですか。僕が独立したので3年前の今頃なんですよ。3年前の9月に、開業届を出して始めたんですけども、その頃はほんまに暇でね、半年間ほんまに暇だったんで、その頃は何してたかなと思ったんですけど、最初の3ヶ月ぐらいは何もしてないですね。看板出したら来るかなと思ってたんで。で、チラシをとりあえず作って、自分で巻きに行くのがやっぱめんどくさいし、ポスティングやったことなかったから、もう折り込みですね。反応出るかどうか分からへんチラシを折り込んでやって、なんか6000枚巻いたら一見反応あってみたいな感じで。それでいきなり2万3000円手にして、うわ、めっちゃこんなんボロい商売やんと思ったけど、結局それ全額返金でなくなってとか、で、それ以降は全然患者さん来なくてみたいな感じで、あったなと思って、思ってたんですね。で、やっぱりその時の僕のような状況の先生できっといてると思うんですね。何をしていいか分からへん。とりあえずなんか広告打たなあかんのは分かるけども、お金ないし、どうしたらいいかなみたいな先生が、きっといてると思うんで、その先生にね、こういうことしてもらえたらなと思うので、今日この話をしていきたいと思います。私も実際やりましたからね、これ。めっちゃ嫌やったけど、お金もないし、何していいか分からへんしだったんで、これをやりました。で、お金あんまりかからないんで、ぜひやってください。で、暇な患者さん来なかったら、時間だけはあるんですよね、時間だけは。時間はしっかりあるんで、これをね、一日中やればね、それは換算きますよ。それは換算する。切ろ。黒で、何をしたかっていうと、これですね。これ、チラシなんですけど、表面本なんで。これですね。こういったチラシですね。これ、自分ですけど、どんなんか見たんで、これは完成品じゃないですけども、こういったチラシを、巻いてほしいんですけど、そのポスティングじゃなくて、ピンポーンと押して巻いてほしいんですよ。ピンポーンと押して、私、この地域で、こういったことをやっているものなんですけども、チラシ受け取ってくれませんかとか、そういった感じで出てきてもらって、チラシを渡す。で、もしお困りの人がおったら、またご紹介くださいって言って帰っていく。それをもうひたすら繰り返す。そうやってやっていってたら、ちょいちょいと、で、何してくれんのみたいな感じで興味を示してくる人がいてるんで、そういう人に対して困難するんですよって説明してあげてください。で、大体興味持たれないんで、そんなんいらんとか、
結構インターン保護士も言われちゃうんで、そしたら、そちら指示させてもらってもいいですか、また見といてくださいって出ていくみたいな。それを繰り返す、一日中。そしたら、ただ単にポスティングするよりも、やっぱり反応っていうのが上がってくるので、ぜひやってみてもらいたいなと思います。で、昨日、アンダー29.5 かな。なんかそういうテレビ番組あって、それ見てたら、証券マンのね、男性の方が、新しい新規顧客を、取るために3時間営業ですね、取り込み営業です、ピンポーンって言って、こういうこと興味ないですかみたいな感じでやって、結局3時間やってもゼロ人だったんですよ。誰も見つからなかったっていうことやってましたけどもすごいなと思って。でその人は、それは当たり前ですよと、そんなん初めて会った人に売り込まれて買う人なんてそうそういないです。それを繰り返し繰り返しやっていくことで、こちらの熱意が伝わって買ってくれるんですよみたいな話をされたんですけども、あでもその通りやなと思いました。そんな一回入ったぐらいで反応ってやっぱりしないですね。めっちゃえちらしだったら別だけども、大体そんなんて作れないですよね。難しいです。だから何回も何回も空いて接触を図って、やってみたらどうかなと思います。そんだけあって簡単に怖い人って見たことないんで、僕もこういう感じでね、チラシを配って最初はスタートしたんで、そんなホームページなんかね、作るお金もないし、知識もないし、という状況だったんで、まずは最初チラシでやりました。なので、本当に今もう崖っぷちでどうしようかなって悩んでる先生がいてるのであれば、こういう感じでチラシを作って、もう直接売り込みですね、直接営業してみたらどうかなと思います。そういう感じで、今日終わっていきたいと思います。ちょっと朝晩寒くなってきてるんで、あなたも風邪などひかぬよう気をつけてください。僕は多分風邪じゃないことを信じて、僕は寝たいと思います。では、また会いましょう。さよなら。